ます。5回の無難のこのイニングブレイクはチーム対抗マンボケぴったり対決。イニング間の間もスワローズイーグルスの熱いバトルが繰り広げられます。スワローズチームはつまみちゃんとクルーカインの椎名さん、2人で合計マンボケを100にしてくださいね。イーグルスはクラッチ1話でチャレンジ、1人で1話で100にしてください。ぴったりに ならなかったら100に近かったチームが勝利となります。スワローズチームが勝利するとなんと来場のクルーポイントが2倍になります。クラッチが勝ったらなんとつば九郎からクラッチにヤクルト戦がプレゼントされます。さあスタートする前につば九郎にデモを行っていただきたいと思います。ぜひつば九郎を参考にしてくださいね。マッポケ今ゼロですよね。はい、それではつば九郎をスタート。全然動いてないんだけど、スマホのこれマンボケ、もう終わり。数字見せてください。8999。なんでやねん、そんなことないでしょ。なんかしたでしょ、スマホの。もうスマホのでも全く参考になりませんでしたけども。さあそれではスワローズチーム、クラッチ準備は OK ですか？ OK。勝った方にはプレゼントがありますからね、頑張ってくださいよ。万歩計を100ぴったりにしてもらいたいと思います。うまく計算しながらやってください。それではいきます。万歩計100ぴったり対決スタート。さあスワローズファン、イングスファンの皆さんも応援よろしくお願いします。そうです、このリズムで合わせて手打ち。おー、いい動きだ、クラッチ。椎名さんもいい感じですね。つまみちゃんもうちょっと動き上がった方がいいんじゃないですか。もうこけなかゆしくなってきた。もう今見てるもんね。さあ30秒ですからね。おつまくろもパワーを借りているクラッチ。さあ30秒は経ったところで、それでは回数を見てみましょう。まずクラッチの方から、マッポ計はもうちょっと上の方に角度27。なんだ、もっといったかなと思いましたけど。さあスワローズチームはつまみちゃんが21、椎名さんが71ということで92。 OK ということで勝利はスワローズチーム。参加してくれてどうもありがとう。以上チーム対抗マンポケぴったり対決でした。ここで明日の試合の予告先発ピッチャーをお知らせいたします。